花ぴよ、どうも、ひなぴよと、どうも、ドリーでーす。バタバタのよかったの、全員に負けるエンディング見ようかなって、思うので、うん、これは一番のバッドエンドになるのかな？かな？多分ね。うん、とりあえず、強奪ゲームのとこまで進めといたので、うん、わざと負けていこうかなと。うんうん、でこれでさ、海ちゃんが勝ったら、うん、関さんは死なないわけじゃん？まあ、ね、だからじゃんけんカードをさ、関さんとやることになるってことだよね、うんうん、ちょっと変わるよね、いろいろね、うん、よし。てかさ、思うんだけどさ、うん、嘘2回ついたらさ、殺されるじゃん、うん、そのパターンも見てみたいな。ああ、確かに。行動終了、うん、何もしない、うん、でこれで質問使います。うん、つけてないけど、じゃあ嘘つくか、うんうん、警報はつけてあるわよ。わかりました。ああ、うん、何もしなかったね。うん、うん、とりあえず何もしなかったら、うんうん、負ける。でこれで500万円取られた。いや、私ちょっと人のものを盗むとかできないんで。そうなんです。そう、ちょっと両親が痛むんで。そう、なのにめっちゃ奪われる。200万円。はい、で負けたと、うん、これでちょっと変わるかな。チェ、まさか私が負けるなんてね。これで私というよりも石山先輩は変なじゃねえよ、死なずに済むんだよね。ええ、こう見えて私はちゃんとルールを守る殺人鬼だから安心していいわよ。よかった、本当によかった先輩。ありがとう海、君の代わりになれればと思ったが、どうやら余計なお世話だったようだな。そんなことありません、先輩のおかげで私も必死になれたんです。ああ、救急車。はい、うん、さてと、それじゃあ私は次のゲームの用意をするから期待してて待っててね。うん、勝ってるよ、勝っちゃうよっつって負けるよ、うん、これで、まあとりあえず一応セーブね。うん、セーブ。嘘2回つくパターン最初見るね。めっちゃ近くに急に、ね、大丈夫か誰か。これは見れないわ、まだやっぱ見れない。うん、よし。で、まあここカット。うん、みんないい子なんだけど、みんな変だよ。よし、でこれ負け、どうやって負けたの。あ、他の値段聞いとく。あ、そうするか。うん、書籍の値段200万。あ、200万なんだ。何をかけるか。絵画が一番高いんだね、じゃあ、うんうんうん、絵画を、じゃあめっちゃ弱いやつ出せばいいんじゃない。うん、平民。うん、平民。はいはい。うん、あ、そうか、引き分けになっちゃったのか。あ、そうか、どうやったら負けられるんだこれ。うん、ジョーカー。あー、嘘ついてみる。うん、ジョーカー出すわって言って、うんうん、石で、うん、王様。めちゃくちゃや。、うん、お嬢様、残念ながらお嬢様は2回の嘘をついてしまいました。え、ああそうなの。はい、ですので僕の悪魔としての権限によりお嬢様の命をいただきます。要するにお嬢様のゲームオーバーです。そっか、けどまあ仕方ないわね。あっさり。残念だったと諦めるわ。はい、それではお疲れ様です、お嬢様。あら。おお。おお。こんな感じか。ガメオベラ。ガメオベラ。なるほどね。結構あっさりやるね。そうだね。じゃあまあ普通に負けていきましょう。殺されるって言ってもそんななんか恐怖心ないみたいな。そう、やっぱ散々殺してるから、うん、最初に平民出してたよね。うんうん、あ、指輪の値段は100万。あ、100万なんだ。
どうしよう、うん、あ、そういえば私たち相手のかけるもの見なかったね。ああそうだね忘れてた、うん、何する、うん、宝石で、うん、最初にさあっち平民出してくるから、うんうん、ジョーカー出してる、うんうんうん、でまあ負けたからはい。でおえ さっき出したよもうジョーカー、うん、いいえ、うん、だってもうジョーカー出せないもの、ね、うん、王様王様出す？さすが？どうする？あ、でもそっか、あ、そっか、まあ、いいか、うん、うん、じゃあカイガをドアッチ、うん、え、ちょっと待って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 、おい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 、やめやめやめ、なんでだよ、おい、ちょっと負けようとしてるんだからさ、うん、潔く負けさせてくれよ、頼むよ、勝てる、あ、よし、オッケー、うん、あ、オッケー、うん、どうぞどうぞどうぞ、で、これでラスト騎士で、あっちも騎士が残ってるから、うん、これで引き分けになるかな、うん、これで負けられたかな、あれ、え、嘘、あら、勝っちゃったかな、あー、ダメだあ、あ、あ、大丈夫、あ、大丈夫、あ、よかった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 、びっくりした、あー、うん、危ねー、ちょっといい勝負にしないでくれよ、うん、しずくちゃん、ふーん、この私に勝つなんてあんた思ったよりもやるのね、それはどうも、しずくちゃんよかった、しずくちゃんが無事で、海、うん、私は大丈夫よ、何よりあなたを守るためにも負けるわけにはいかなかったから、しずくちゃん、さてと、それじゃあ私は次のゲームの用意に移るわね、移るわね、うん、よし、よかった、うん、なんとか負けれた、うん、難しいな負けるのって、うん、よし、じゃあ続けていきましょう、よし、そらくんを殺さない、まあそらくんが隠れてたところを刺さなかったらいいんだ、そうだね、右下がそらくんだからね、もう適当に仕掛けて、うん、うん、そこに仕掛けるまあなんか適当でいいや、オッケー、2つに矢印作るんだね、お、うん、これはそのまま質問なしなんだ、うん、うん、なんか矢印ついてるけど、なんだろうあれ、なんだろう、わかんないや、なんかよくわかんないから、うん、左から順番に刺していこう、そうだね、まあ、どこかに入ってんじゃないかな、そうだよね、うん、この辺、この辺でしょ、あれあれ変だな、おかしいぞうん、あ、そうですよね、うん、しょうがないじゃない、私こういう勘を頼りにしたゲーム苦手なのよ矢印ついてたけどまあ、とにかくこの勝負はあんたの勝ちよ、悔しいけど賞賛してあげるわ、そらくん、そいつはどうも、うん、よし、うん、これで、うん、一回さ、関くんに勝ってみない、うん、あのその後もう一回負ければいい、あのどういう感じになるのかが気にならん、うん、はい、お待たせ、えい、じゃんけんか、勝ってみないって言うけど勝てるか分かんないけどね、うん、
同じことするとは思えないしな。あーまた変わるかもって感じね。よし、岩山関君、うん、初戦ではそっちの海ちゃんの身代わりとして名乗り出て正直かなりびっくりしたわよ。けど今回はあんた自身がプレイヤーとしてその身をかけてもらうから、せいぜい頑張るのね。構わない、望むところだ。それに正直なところ、他の誰かが命がけのゲームをするよりも俺自身がそれを行う方が気が楽だ。へえ、あんたって本当に変わってるわね。ここにいる連中はほとんど変わってるけど、その中でもあんたは毛色は違うタイプね、良くも悪くも。そうか、あれだ、うん、関さんに勝てたらあのファイル見れるもんね。まあどっちにしろ私はゲームを楽しめればそれでいいわ。さ、それじゃあ早速ゲームを始めましょっか。よし、さ、それじゃあ始めましょうか。まずはどのカードを出すか選びましょうね。ああ、先に どちらが選んでくれて構わない、その後で質問を使わせてもらおう。さあ、これどうなんだろう、海ちゃんと一緒のパターンで言ってもかな。海ちゃんと一緒のパターンだとしたらパーだよね、うん、最初パー。ここ、では質問を使わせてもらう。お前がセットしたカードは特殊カードか。正直に答える。うん、いいえ、違うわ。わかった、ではこちらもカードを選んだ。これは特殊カード出される。うん、はい、それじゃあ次の勝負にと行きましょうか。うん、どうかな、流れ一緒なのかな。いやわかんねえ、流れ一緒だったら、うん、グー、あれ、チョキ、チョキ出せば勝てるのか。とりあえず流れ一緒でやってみるか。あ、グーか。あ、もういいか。うん、あ、勝った。やった。流れ。よかった。よかった。グー。特殊出せばいいのか。そうだね。特殊出せばあと思う。よーし。よーし。バイバイ、セイキ君。バイバイ。はい、グー。オッケー。勝ったぜ。残念だったわね、石山関くん。ゲームはあなたの負け。というわけで今から死んでもらうけれど、覚悟はいいかしら。構わない。先輩どうして、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 どうして。気にするな、海。うん。誰の責任でもない。うん。うん。けど、君は最後まで生き残ってくれ。君が生き残ることが俺の希望なんだ。うん。海、君のことずっと愛していたよ。ずっとずっと。石山先輩、なるほどな、ああいうのが愛した人物に対する別れの言葉なのか。それが普通だというのな、覚えておくか。はーい、それじゃいよいよゲームも次でラストよ。それが終わったら正真正銘最後の生き残り、生きるかペッパー殺し合いする楽しみにしてね。はい。うん、でこれで石山先輩の見れるかな、うん、よーし、よし、あー見れる、お、はい、あれ、はい、2も見てないっけ、2も見てないかな、うん、結論から言えば彼は異常者であった。それは負の方向ではなく正の側における異常者。彼は自身が犠牲になれば、他人が助けられるのであれば、それを迷わず実行する狂人である。本来人は自分という計りが第一であるのに対して、彼は他人を第一に考える。彼は自己という天秤が完全に壊れた人物であり、その優しさはもはや狂気の域であった。うん、なるほど。で、3。彼がそうした他者への優しさにとらわれているのは、幼い頃に別れた妹を救えなかった後悔からであった。やっぱ海ちゃんだな。それは両親の事情であり、彼自身には何の落ち度もないのだが、それゆえに彼は泣き叫び、別れる妹の姿を忘れられなかった。他人の涙を見るくらいなら自分が犠牲になる。いつから彼のこうした考えが確立されたかは謎だが、彼の優しさが狂気の域に近づいたのはそれがきっかけであろう。この時生き別れた妹こそが浜平海であり、
彼は学校で彼女と出会う前からそのことを知っており、彼にとっては海とは文字通り自分の命を投げ出してでも救わなければならない存在であった、うん、おやっぱりか、なるほどね、うん、これあれ今生き残ってるのって5人、4人、それってエンディングに関わる、どうなんだろう、どうなんだろう、まあちょっとこれも別セーブで分けといて、うんうん、なんか一応やってみる、うんうん、このままでリク君には勝ってみるか、うん、相手が 4,5 人以上生き残ってた際のバッドエンド、3人残っていた際のランダムエンド、これで勝ったら3人残る、うんか、うん、いけるじゃあ勝つか、うんうんうん、じゃあ最初リク君に勝って、うん、なんかランダムエンドっていうやつを見てから、うん、その後、関さんにも負けて、うん、リク君にも負けてバッドエンド見よう、うん、よし、なぜか私たちはバッドエンドを最後にしたがるやか幸せを最初に見ておきたい、そう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 、ランダムエンドってなんだね、なんだろう、うん、これはまあ同じかな、うわーやめよー、助けてくれじゃあ負けたなこれが普通だろって、ね、普通になりたかったんだろうね、うん、普通じゃないって自分で分かってたから普通になりたかったよ、うん、で3人残ったから、うんうん、さあどういうエンディングになるかな、セーブしておこう、セーブしてこれはまあいいか、うん、さっき見たし、これは同じか、うん、よし、どっちに転がるかわからないってこと、そういうこと、ランダムだから、じゃあバッドエンドの方転がったらもう一緒ってことかな、 4,5 人のやつ、うん、海だけは絶対に私が生かしてみせる、そのためだけに私はあなたと殺し合うわ、私なんか海ちゃんのやつ飛ばしちゃった頑張りますみたいに言ってた、うん、まあ俺は最後まで自由にやらせてもらいますよ、生き残ったらその時はラッキーと思って今後の人生に生かしますわ、どうやら心も体も準備満タンみたいね、いいわ、それじゃ殺し合いましょ、どっちに倒れるさあどうなる、ああ惜しかったわね、二人までは道連れに殺せたんだけど、けどまあいいわ、あなた一人だけ生き残るってのもそれはそれで面白い結末だし、誰もが死んであなた一人だけの生還で、果たしてこれからどう生きるのかしらね、それじゃさようなら愛の狂人さん、あ、愛の狂人ってことはしずくちゃんが生き残ったのかな、あそういうことか、ランダムエンドって、うんうんうん、あ誰かが生き残るのか、へえ、なるほどな、そこのワードが変わるっていう感じかもしれないね、うんうん、赤羽ちゃんは死んじゃったのか、そうだね、赤羽ちゃん負けたね、うん、じゃあそのランダムさはちょっとね全部見てるのはあれだから、ちょっと時間がねえな、ないから、ちょっとじゃあ関さんに負けてリク君にも負けてっていう全敗エンドも見ましょうか、うんうん、じゃんけんけん、最初はブーブーじゃんけんぽいバイ登録怒られそう大丈夫大丈夫、うん、よしよし、さあ負けよう、うん、うん、最初に特殊カード選んだりかな、かな、特殊特殊で、うん、アイコで次何出してきたっけ、こっちがチョキを出して、うんうん、あれグー出してきた、あら、なぜ変えてくんのこの人、なるほど、じゃあ運ゲー、運ゲーだ、じゃあ適当にグー、負けた、うん、これであっちが特殊カード出せば負けるね、うん、よし、来い特殊来い特殊来い特殊、はい、ああよし負けた負けた、やられた、悔しいな、やいかのびかぐあ、赤はなんか生きがってるのにめっちゃ負けてる人になってね、
チェー、残念。どうやらあなたを殺せなかったみたいね。先輩、よかった。心配かけてすまない。だが俺は大丈夫だ、海。先輩、お兄ちゃん。お兄ちゃん。はいはい、それじゃあ私は次のゲームの用意に移るわね。いよいよ次がラストゲームだから期待して待っててね。よし。ふと思ったんだけど、悪魔ってどれくらい強いの？また急な質問ですね。こう言ってはなんですが、他の超常的存在に比べて戦闘能力はそれほど高くないですかね。あ、そうなんだ、うん、むしろ僕らは人間を墜落させるための存在なので、願いを叶える力とかそういった契約に基づいた力が強いんですよ。うん、うん、ってことはあんた自身の力はそんなに強くないの？はい、しかも僕らは人と契約して、その人物の魂を勝手に回収することから、死神とは特に仲が悪いんです。以前も白い髪の死神のお嬢さんにしつこく付きまとわれて危うく殺されかけましたからね。なんだろう、作者さんの別のゲームとかかな。まあ普通に考えればあんたみたいな悪魔ってこの世界における害悪よね。うん、それお嬢様がいますか？確かに、だって殺人鬼だもんね、うん、よしよし、負けに行くぞ負けに行くぞ。危ね危ね、今イヤホン取れるとこだ。危ね。よし、カットカッチ。あれでもさ、誰も死んでないのにさ、どうやって赤くしたんだろう。おーい、うん、じゃあ負けなきゃいけないから、うん、自分で毒リング食えばいいんだ。うん、なるほどね。じゃあこれに仕掛けて自分で選ぶ。よしなんというバカな行動、うん、あれ、うん、そうだよ、うん、まぬけ、すげえバカだ2回目も今度はりっくんが毒リンゴにしたやつを選ぶと、うん、絶対舐められるよな、ね、なんだこいつ、何やってんだこいつ、頭おかしいんじゃないのかって。これあとも適当に、うんうん、でもこれ多分ね、全部何選んでもね、うん、あとね、もうマイナスで借金抱えて終わりだよね。そうそう、うん、オッケー、はい、あー、赤羽お嬢様マイナス200万円、うん、よし。へえ、やるじゃないの、りくくんさすがね。そいつはどうも。で、この後はどうするんだ。あ、これ一緒かな、一緒かな、うん、全員生き残ってるけど、うん、怖え、全員が襲いかかってくるんだよ赤羽ちゃん。これはでもなんか同じだと思うから、うん、よいしょ、行くか、行こう、負けに行こう全員いる怖い。お待たせ、それじゃ最後の殺し合いをしましょうか。私とあんたと、生き残ったあなたたちとで、これバトル、うん、私を殺せばそれであなたたちの勝ちよ。ちなみにルールは何でもあり、武器もありよ。実際すでにあんたたちに武器が渡ってると思うけれど。そうだな、すでに武器はもらってる。私に何ができるかはわからないけれど、それでも生き残るために戦うよ。海だけは絶対に私が生かしてみせる。そのためだけに私はあなたと殺し合うわ。ま、俺は最後まで自由にやらせてもらいますよ。生き残ったらその時はラッキーと思って今後の人生に生かしますわ。正直誰であろうと殺すのはためらう。だがそれで他の誰かが助かるのなら、殺人という業も俺が背負おう。かっこよ、うん、どうやら心も体も準備万端みたいね。いいわ、それじゃ殺し合いましょう。もう負けたくでしょこれ、うん。ああ、やっぱりこの数じゃ私が負けちゃうか、残念。けどまなかなか楽しめたわよ。さよなら。最後は笑顔で血まみれで。おう、うん、おう、ああ死んだのか。え、
生き残ったの？私たち終わったの？これで本当に生き残ったのか俺たち。けどそれでもやっぱ感じるものはないな。ないんか、うん、殺人鬼とはいえ彼女もまた生きていたんだ。それを殺したという業を俺は背負わなければならない。うん、うん、お疲れ様でした皆さん。緑かな。うんうん、よかったですね皆さん。これでひとまず皆さんの敵討ちはできたというわけです。ではこれより僕の契約者の望みを叶えるために皆さんには殺し合いをしてもらいます。え？ああもちろん最後の一人が決まるまでのバトルロワイヤル形式のやつです。本当ならお嬢様にその数減らしを任せていたのですが、あの人も案外役に立ちませんでしたね。おや？何を不思議そうな顔をしてるのですか？ゲームに全勝すれば脱出できる？お嬢様を殺せば生き残れる？いやいや僕はそんなこと一言も言ってませんよ。わお忘れなんですか皆さん。ここに皆さんを閉じ込めたのは僕なんですよ。うわー惜しい。いいなこのキャラ。そして僕は人間じゃない悪魔なんですよ。人間のルールとか持ち込まれても困ります。そんな顔をしないでくださいよ。僕を呼び出したのはあなたなんですから。誰だよ。これはあなたの望みなんですから、ちゃんとそれを叶えるまで契約としてゲームを続けますよ。誰だよ。最後の一人になるまで何度も何度も。さあそれでは次のゲームを始めましょうか。うわおお。誰が生き残ったとかね。ね、気になる終わり方をするですね。するですね。あなたって誰だ。誰だったんだろう。うわ気になる。ちょっとなんか続きは想像にお任せしますっていう感じのゲームかな。うん。いやいいね。うん、なんかこのゲームのそのこのエンディングがちょっと一番好きかもしれない。うん。うわ緑かっこよ。よしということで全部クリアしました。楽しかった。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日でドリーちゃんは東京から帰ってしまうんだ。ま、でもまた週末に来るぞ。そうだね。忙しい忙しいね。でも楽しい。楽しかった。また撮ろうね。はい、じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。バイバイ。バイバイ。